アメリカの心臓外科医が質問に答えていくコーナーをしてます。続いての質問は、心臓外科医は励ますか？これはですね、よくわかんないですけども、励える人もいれば励ない人もいますね。普通の職業と一緒じゃないですかね。まあ多分この質問の意図はですね、心臓外科医って必ず、まあ外科医みんなそうですけれども、手術室に入るとですね、清潔って言って、まあ綺麗にしなくちゃいけないんで、帽子とかかぶってるんですよね。まあこういう帽子ですね。こういう、まあ種類あるんですけど、このほわほわのこのこういうなんか給食のおばさんみたいな、帽子パターンと、なんかこうちょっとシュッとした外科医のかっこいい帽子パターンがあって、まあ、僕はこのおばさんパターンで、やってるんですけれども、なんかそのシュッとパターンはなんかこうなんて言うんだろう、ちょっと例えば研修医とかつけてたらちょっと生きってるみたいに思われるみたいな、まあ、別にそんなことないんですけれども、そういう感じのものかなっていうふうに思って、まあ、僕はこれが楽だからつけてますけど、まあ、そうするとどうしても頭がこう蒸れてですね、まあそれが原因でまあハゲたりするんじゃないかとか、あとはヘッドライトって言ってですね、ライトをつけるんですよね。で、まあメガネにつけてるやつがあるんですけど、僕はそれにしてるんですけども、人によってはヘッドライトって頭にこう固定してですね、そこにライトをボコッとつけてるようなのをつけて手術をするって、もちろんだから、心臓の手術って例えばその狭いところでですね、すごく奥深いところを見る必要があったりするんで、ここにライトがついてた方が、天井にライトがついてるよりもですね、見やすいんですよね。自分の視野のところにライトを直接当てられるんで、でそのヘッドカメラをグッとつけるとよりですね、頭がこう蒸れてグッとされてですね、まあ、それが原因でハゲるんじゃないかとかっていう風なイメージがあるんだと思うんですけれども、分かんないですね。実際そういう研究がなされたのかどうかまず分かんないですよね。例えばこう帽子をずっとかぶってる人と帽子をかぶってない人でどっちがハゲやすいのかっていうのを検証したようなものっていうのは、まあ、あるのかないのか分かんないですけれども、まあ聞いたことはないですよね。まあ、だからそれをしない限りには、その、まあ、帽子をかぶってるからハゲやすくなるかっていうことはないと思うんですけども、あとはストレスとかあるかもしれないですね。僕の先輩でですね、大学にいた時に、まあ、ストレスでですね、10円ハゲができちゃったって、こう10円のですねハゲができちゃったとかっていう話を聞いたりするしますね。なんかすごいストレスだったみたいで、まあ、そういうのでハゲる、まあ、でもそれは心臓外科医に限らず、どの職業でもですね、ストレスがかかるような人っていうのはそういうのができやすいのかなっていうふうに思うので、だから一概に心臓外科医はハゲますかっていうのはちょっと、分かんないですね。多分まあ、ハゲる人はハゲるし、ハゲない人はハゲなくて、僕はどうかっていうとですね、一応今のところは、大丈夫かなと思いますね。で特に今コロナの影響でですね、髪を切りに行けてないんで、もうすごいボサボサしてるんですね。でもうちょっと切りたくてしょうがなくって、で、まあ、坊主にしたらどうかなっていう意見もあるんですけれども、ちょっと坊主はですね、まあ失うもの何もないんですけれども、まあ、何もないなりに失ってしまうのは怖いっていうのはあるので、ちょっとできずにいますね。